どうも、ハンサムクロジです。インサイド、クリアしたんですけど、どうやらね、隠しエンディングがあるということで、ちょっとそれやっていきましょうか。ね。ネットで一応攻略情報を見ながら、絶対僕、一人でね、隠しエンディング見つけるなんて無理なので、攻略情報を見ながらやっていきたいと思いますけど、いろんなところにあるですね、なんかオーブみたいなのを壊すと、隠しエンディングに到達できるっていうことで、一個一個やっていきたいと思います。まずはね、チャプター 6? チャプター飛べるんですよ。ロードで、2、3、4、5、6、こっかな?チャプター飛びまーす。お、来た。ここ潜って下。1個目のオーブまず取りましょう。もう取ってるとこも何個かあると思うんですけど、しっかり取っていこう。ここ潜って、よいしょ。あれ?違うな。こっちの下か?あれ?違うな。あ、やべ、死んじゃう、死んじゃう。あ、ここだ。ああ、あったあった、上だ。ほんとだ。誰かいた?ここ。さっきまで火がついてた形跡あるけど。誰かいた?いや、ああ!いや、届かないよ。どうしたらいいんだ?柱、あ、これか。ほら!重い。ああ、いけるいけるいける。おお、よいしょ。壊した。よし。まず1個目。行きましょう。次は、チャプター7。こっか。トウモロコシ畑の途中にあるそうです。くぐって。どこ?あ、なんか引っかかったな。あ、なんか引っ張り出せた。ああ、扉があったのか。お、はしごだ。うわ、地下の貯蔵庫みたいな。誰かいたんだ、ここもきっと。よいしょ。はい、2個目。写真。現像して。あ、この写真、見てください、これ、上にある。これ、この主人公の最後の姿ですよね。どういうこと?前にもいたの?僕みたいなやつが。でも缶詰がいっぱいあって、しばらくこう、入れそうな感じです。レバーがある。開かない。まあいいです。いいでしょう。次。チャプター9。8、9。ここか。豚んとこだ。よいしょー。ブヒああ、うねうねしたのがいる。よいしょ。ここの上みたいです。ほっ。あ、取れる。よいしょ。もう一回。もういける?あ、入れた。おっ。豚がいっぱいいる。どっちだろう左か右か。あ、左でした。よいしょー。よいしょ。ほっ。あった。ふい、三つ目。よいしょー。次はチャプター15。10、11、12、13、14、15。ここ?これやった記憶あるな。しょ。あ、壊してある。壊して、ああ、でも、もう一回壊す。やかいーと。で、次が、チャプター16。あ、ここもやった気がするな。
滑って飛んで、左に飛んで、で降りた先、これね、よいしょっと、さらにチャプター30、一気に進むな。16？ ここ16だよね。17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、ここ、はい、そこの方に大きな箱がある。あ、これか、これどけ。うわー、買った。よいしょ、いた。この下、こっちかな。もう出れる。あ、上にあるな。よいしょ。ああ、無意識人間を操作するのか。ああ、落としちゃった。泳げる？大丈夫？ああ、ああ、はしご登ってこれる？よいしょ、よいしょ。え、どうしたらいいの？これ。なるほど。こう上にしてと。あ、入った。操作できる。あ、できた、できた。あ、でも届かないよな。うわ、ちょっと戻ってきて。ちょっとじゃあ上にいてもらって、よいしょ。で僕が入りまして、ここで、あー、やばい。お、いけ。あ、着いた。よしよしよし、設置完了。さあ、そしたら奥にいる無意識の人を動かせるはず。お、いけー、それ壊してくれ。おいっしょっと。次行きましょう。チャプター31。そうだ、このカッパくんを、カッパくんに捕まらないようにしながら、もう来るなよ。来るな。ダメダメ、来ないでください。よし、閉じた。で、水面に出ます。お、出れる。ここだな。よいしょ、もう一発。はい、出た。で、左に行くと。で、ここに突進。ほら、もう一回。ん？もう一回だ。ほら、うわ、危ない。よしよしよし、崩れていけそうだ。
よいしょ。よいしょ。あった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 。壊すよ。チャプター34。234、ここ。まずこれを装着して、よいしょ。左に行こう。これは普通に進めばいいのかな。これなんだっけ、下。死んだ。あ、ちょっと待って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 、ここを飛び越えなきゃいけないの。みんな掴んで僕のこと。違うの？あれ違うっけ？あれどうだっけここ。なんかパズル解かなきゃいけないんだよな。あ、そうだそうだそうだ、はしごだ。よいしょ、ここだ。みんなおいで。行くよ。これ引っ張んだっけか。よいしょ。ほらほら。で、奥持ち上げて、ぴょーん。ほほほほ。あいて、あれ？あ、そっか、動かしちゃうんだ。あ、なんかそんなんあったな。そうだそうだそうだ。よいしょ。よいしょ。左へで降りてと。ありがとう。でどうな、ここ、あ、取れない、硬っ。あ、登れる。あ、登れる。こっちか。はい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 。あ、なんかここも来た覚えあるな。なんも覚えてないな。ああ、あった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 、これ。そうだそうだ、こんなんだった。よいしょ。で、ここ引っ張んだ。そうだそうだそうだ。よいしょ。開けーい。もうちょっと、もう一回。あ、入れた。
あ、ちょっと高い高い。これがね、僕の特技なんですよ。毎回、結構忘れちゃうんだよね。一回やったくらいじゃ忘れちゃう。二、三回やれば覚えてられるんだけど。あった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 。これ取れる？よし。犬がいる。おい、犬。舐めんな。寄るな。おい、お前もだぞ。ふざけるなよ。おいおい、来るなよ。来るなよ。犬。おい、犬やめろ。おい、お前だ。犬。許さない。こっちに来るな、犬。おい、ふざけるなよ。おい、ふざけない。来るな、来るな。され、され、犬。おい、やめろ、やめろ、やめろ。よし、壊した。よし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 。次がですね、44。35、36、31、38、39、40、41、42、43、44。ここだ。さあ、帰ってきた。水の中に入って。あ、ちょ、待って待って待って。おい。いや、水中へ入れって書いてた。まさか死ぬとは。来るから。あ、やばい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 。ちょっと待って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 。あ、捕まった。あ、はいはいはい。水に入って、カッパくんを引き寄せます。で、上がります。で、左に戻って水に飛び込んで、左に進む。行くぞ。あ、こっちか。あ、絶対追いつかれる。開ける。あぶねえ。よっしゃ。取れる？取れない。硬い。うわ、開いた。あ、戻ってきた。よっしゃ。次は47です。567。ここだ。どんどん深く潜っていって、そうそう、もうこの時は主人公はもう自由に呼吸できますからね、水中で。あ、ここの扉か。よいしょ。あ、取れた。おお、開いた。入れるぞ。まあ、この人はこの世界の生物に好かれてるよな。ひよこも豚も魚もみんな寄ってくる。あった。発見しやした。よいしょ。オッケー、よし、次行こう。次、48。こっちでいいのかな？ちょっと待ってくださいね。うわあ、やばい、これ死ぬやつ。それは覚えてるわ。なるほど。
やばい。ハンドルで。この影を真上にしまーす。怖いここでいいのか。で、戻る。もうちょっとかな。もうちょっとな気するな。ああ、でももう戻れない。ちょっと待って。くれ、よし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 。で、戻って水中にある、ああここだ、ここ。そっかそっかそっか、そういうことか。最初来た時なんかよく分かんなかったんだよな、届かないなと思って諦めたんだ。わ、届く。 OK、 よいしょ。次は50、49、50、 OK。 わーいと、ここに来て、はいはいはい、思い出した。発射装置を上の階に持ってくんだ。よいしょ。僕も乗っていける？よいしょ。あ、重いんかい。乗ってきはしないのか。よいしょ。頼むわ。よし、来た。ここにスイッチがあるので、ここの前に固定して、よいしょ。あれ押すぞ。ほい、開いた。え、ああ、もう一回押すのかな。ほいっと。発見。おいやー。椅子がある。紙がいっぱい貼ってあって。誰かこれを眺めてたんか？ここで。ああ、乗ったら下がってく。さあ、次はチャプター54。1,2,3,4、ここだ。よしよし、みんな僕をジャンプさせてくれー。で、みんな落ちたら下に行きます。抱えてねー、サンキュー。そして右に行って、で、一旦右端まで行って、みんなで景色を眺めると。見て、高いね。したらダッシュで戻って、
ごめん。さよなら。一人だけ。で、戻る。ちょっと君に手伝ってもらわないといけない。あ、一人じゃ無理？そっか。一人だけじゃダメなんだ。何人か連れてこないと。多分3人4人くらい連れてこれればいいみたい。はい。あ、こんくらいかな。ああ、ちょ、入ってくるな。あ、ちょっと多かったかも。こんくらいでいいかな。で、戻って。よいしょ、ロープを登る。おお、上がれた。ああ、みんな、あ、ある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 。お、よいしょ、57。ここが54だから3つ先だな。567、ここか。右端のはしごを上に。なんだこれ、音階みたいになってんな。音階だよね、あの黄色い。よっしゃ、壊した。これが最後の一つだったみたいです。さあ、隠しエンディングを見に行こう。チャプター7、トウモロコシ畑。1、2、3、4、5、6、7、ここ。戻った。さあ、さっきの地下の扉に入るみたいです。どこら辺だっけ？結構先だったな。ここら辺かな？ここだ。よっしゃ。で、このレバーを動かす。左、上、右、やっと開いたー。ここ入ったら隠しエンディング。いや、これ最初見つけた人マジすごいな。僕絶対無理だよ、こういうの。ゆっくり行こう。何があるんだろう。真っ暗だ。あ、段差。暗い。天井低い？あ、低いね。あ、しゃがまないと進めなくなった。
お、開けた。ああ、なんだ？なんか鍾乳洞みたいになってるな。ちょっと走ろう。怖い。ああ。船じゃないか。なんか、あ、四角い扉。おお、なんか機械があるぜ。人を操る、あの頭の装置に、なんか管がいっぱいつながってる。あ、開くぞ。よいしょ。あ、なんだこれ。取れる。よいしょ。うわっ、うわっ、取れた。終わり？真っ暗だ。あ、終わった。なるほど。最後、あの管を引っこ抜いたら、主人公もあの無意識人間たちみたいにガクンってなったんで、結局みんなあのなんか装置で操られてたみたいなことなのかな。誰が何のために、そこはわからないけど、いや面白。隠しエンディングを見れました。やった。攻略サイトありがとう。助かりました。ということで、大変面白かったです。いやー、完全クリアですね、これで。いやー、楽しかった。面白いゲームでした。まあ、その真相はよくわかんないけど、この雰囲気とか、やっぱいいですね。謎な感じ。暗くて、闇がある感じが、すごい楽しかったです。よかったら皆さんも遊んでみてください。はい。以上、ハンサムクロージーでした。また別のゲームでお会いしましょう。バイバーイ。